美味しいグルメを求めて旅をするハングリーナ。インフルエンサーが各地を巡り、おすすめスポットを紹介。あなただけの時間をゆっくり味わえる癒しの空間に案内します。今回のドライブカーはトヨタのライズ。迫力のある堂々としたシルエットと存在感、走りを予感させる力強いフロントと台形タイヤは SUV らしいアクティブな印象を与えます。紹介するのは那覇市泊にあるミミタブ。人に優しい料理、空間を提供したいという思いから今年の1月にオープン。スパイスアドバイザーの資格を持つ店主の谷内さんが作るカレーやスパイス料理がメインのお店です。案内してくれるのはサナさん。1品目は本日のカレー2種、エビのタイカレーとポークビンダル。タイカレーは糸満産のレモングラスをふんだんに使用し、フレッシュな香りと爽やかな味が特徴。オリジナルスパイスとニンニクが入った白ワインビネガーに、一晩漬け込んだ豚肩ロースが入ったポークビンダルも絶品です。お味はいかが？ピリッとするんですけど、辛さが苦手な私でも食べやすくて美味しいです。2品目はこちら、しっとり食感のチーズテリーヌ。クリームチーズに水切りヨーグルトを入れたさっぱりとした味わいのケーキ。スパイス料理を食べた後にスーッと口に入りやすいデザートを提供したいという思いから完成した一品です。とっても濃厚です。甘さも控えめですごく美味しいです。スパイスは料理を美味しくさせることはもちろん、健康にもいいと話す店主の谷内さん。沖縄の野菜をたっぷり使用し、バランスのいいプレート料理を提供しています。カレーやスパイス料理を楽しみたい、落ち着いた雰囲気でゆっくりとお食事を楽しみたい方は、ぜひミミタブへ行ってみては。ここで皆さんへプレゼント。ミミタブの写真にいいねをしてくれた方の中から抽選でペア1組の方にランチプレート、ペアチケットをプレゼントします。